はい監督は画面の中で頑張ってるワコツってことで449番さんいらっしゃいますやいやリスナーさんのおかげですありがとうございますえーっとで弟いますよ赤いマフラーにまた連れ去られてますであ,あっこにあれがいるえーと コウモリがいるな。ってことは、こっち行くのかなありがとうございます、拍手のね。ただいまね、リリ<れ>、えー・ l ッキング・スルーっていうねゲームの方やっておりますよ。で、これどうすんだろうこれ鳴らすのかな鐘を。とりあえず鳴らしてみよう。ディーン。ディーン。あ、なんか、何緑色になったよ。なんだろうこれ。 もう一回やってみよう。あの金を,を鳴らすのはあなた。ということで、ありがとうございます。えー、っと、それはいいんですよ。ちょっと待ってください。あ <laughs> ああ、なになにお何なに今のなに今のなんだったんだろうちょっとよくわかりませんけど、何か起きましたね。あ読んでる読んでる。 監督が理解解でできないいいまま謎けけたー <laughs> 歌だけ集めててアップしてもいいですか、うん、どうぞ好きにしてくださいよしでどうすんだろう登れないなここにねあるんですよねゴーグル,たーゴ,ーグルゴーグルここにあるんですよでこれを取りに行きたいんですけどあ揺れ揺れてる揺れてるもう一回これ落ちるんじゃない屋根が落ちてきそうよこれもう一回押して来い 落ちた<お>落ちたよ。であれ屋根から落ちるですよ。で、拾ったゲットしたあれあれ,あれあれあれちょ、何してんのえあれ <laughs> 積,んい積んでない、積んでない。大阪のほつってことは LG サイらっしゃもさ。 わらわらえ、どうしようあれは拾ってないのあれあら、ちょっと。あ、こことか怪しいな。そうね、潜れないみたいですね。じゃあ、これでもう一回なんか鳴らすのかなそしたら出てくるとかかなで、これで、こう緑色のが集まってきて、で、これで、これでね、その全部が集まってくるんですよた。うん。 これで何かパワーがこうピヨインってこっちに戻ってくるみたいな演出があるんですけど違うのかなじゃあ緑黄色の順番で鳴らしたことあるんで緑青黄色でいってみよう足マークいやこれはね関係ないと思うんだよなこれ多分ね下にね飛び込むだけだと思うんですよさっきもねこれで飛び込んだんで で、青を押して、オッケーで、オッケーこれで見えるようになった。見えるようになったよ。で、これで行くんだ。水中が見えるようになった。で、<ー>この下に行くんだ。マジか。弟を救いに行く前にこっちに行かないといけないのか。リリの綺麗ですね。すごい綺麗だ。じゃ、ちょっと潜ってもらいましょう、リリーさんね。アマみたいなことしてますけどね。アマさんみたいなことしてますけど。ああ、もう泳いでる。いや、ちょっと息続くかな。大丈夫かな、リリー。 ジェジェジェじゃなくてちょっとあの <laughs> 大丈夫なのかな <laughs> 息続くかな大丈夫かな何、はい、だろうこれ不思議だな不思議だねーですよえっちょまてよこれじゃあこっちに行くのかなねえアマさんだったみたいですよここに来てみましたでちょっと触ってみるのかな赤は何 なんだろうこれ黄色で青かな最後に青かなこれいやすっきりちょ待てよでこれでどうすりゃいいんだあなんかこっちから来たと思うんでこっちから上がってみるのがいいのかなまあ一応全部スイッチを押してみたんで上がってみようと思います上がってみますちょっとね よし。いや、なんか、向こうにもう一個穴があったんで、違う穴の方に行ってみました。これで何かが起きてたらいいんだけどな。あっダメ出れない感じダメか。出れない感じか。ああ、ダメか。戻ろうじゃ。 っていもともとあそこに行った理由ってあれですよねメガネを取りに行ったんですよねじゃう。じゃあメガネを。いや、弟よりもまずメガネじゃないメガネ落ちてないメガネ。ゴーグル、ゴーグル。あっ、あった。なんかあった。 ああっっった、あったっぽいそうなのかなあれ金を鳴らすじゃあ鳴らしてみようかスイッチは入れてあるんだねじゃあちょっと鳴らしてみますそしたらあれが出てくんのかなゴーグル出てくんのかなおおすごい で戻ってきましたで鐘を鳴らすと確かここら辺に出るんだよなこれかよし早く上がって早く上がってリリー時間があと10分ぐらいしかないよ急いでリリーんで、まあ、とりあえずさっきと同じ鳴らし方しましょうか 何ももんかもしれんこれこさっきと全く一緒だ濁ったようん何も起きないなやっぱ鐘を鳴らすわけじゃなかったのかもしれませんね どうすりゃいいんだろう<じ>ジェジェということだよ順番とか試してみようん分かりましたじゃあまずは元に戻そう最初の段階にねで黄色を鳴らしたらこれが回収されたんですよさっきはねでこれで回収されて元の状態に戻るでもなんかさっき鳴らしたことにあの下のスイッチを入れたことによって何か変わってるかもしれない で黄色から出してみよう。何も起きないな。青。ダメだ。やっぱ緑からじゃないとスタートしないみたいですね。青黄色とか,かりました。青、黄色ですね。でもさっき青青やったんだけどなあ。まあ、やってみましょう。 あ、青もなんかうっすらなんか映ってる一応青も変わってる変化が起きてるんだ <noise> <noise> うーんだめだなーで青でやっぱこれ透き通ってうん <noise> どうやるんだろう多分違いますね ちょっと考えないといけないなこの子の子ジャンプ力ならなら走くても飛べるはずじゃうーんやっぱこっちに出てきたときに何かが起きるんでしょうかねもう一回地下に行ってみましょうか他なんか選べるやつないかなないかやっぱ下みたいですねそこから出てくるるにはゴーグル解けるんじゃないんいやゴーグルね下に拾った場合はねこの下の部分に あの、ゴーグルマークが出るんでどっかにゴーグルがありそうですけどねここの地下のねちょっとヒント見ようそうっすね意味ないっすね多分意味なかったと思いますこれだけあさりげなくヒントをした できたかもしれないで, <laughs> できたかもしれん。い多分ここで同じことやるんだ。似たこと。えー、いや、そうみたいそうみたい。わかったわかった。こういうことだ。で、ここの色を柱の色を変えるんだ。これで。多分えー、っと、まずはこれかなじゃあ。で、これ多分色を。 揃えないといけないんじゃないかな。全部同じ色に。うわ、むずいぞこれ。ちょ待てよ。オッケー。これが最初の段階ね。押して。<あ>どうすんだ。ちょ待てよ。 色回収したあ色が回収されるんだなるほどねいや違います多分色を回収するんだでこれ今これ赤回収専用なんだと思うんですよで赤を回収するこれ多分ね上の部分と下の部分で別になってるみたいですねお前らこん,ん,らこんということで505番さんいらっしゃいませ、はい、えーっともう一回やってみようか でコンということでいらっしゃいませで緑でしょこれうわやり方分かんねえこれどうすんだろう何か一つの色に多分するのか全部の色を回収するかなと思うんですよね 全部違う色にするのいや多分ねこれで今これ緑色じゃないですかだからこれを引っ込めた状態で一度全部回収そうだと思います全部回収しないといけないんだと思うんですよね、色をで青を回収しないといけないからこれを引っ込めてあ回収できそう回収できそう一応回収できそうで で、青を回収そうそうそうみたいそうみたいであれ回収できなかったねこれ回収してんのかな<れ>回収してることになってんのかな えー、回収したことになってるみたいこれが全部これがもともとの状態みたいみたいですねこれが全部を回収した状態みたいとくーでカントクーってことだうんカントクーってことだちょっとどうすりゃいいんだろうなこれから何をすればいいのかがわからんええー。ててで伸ばすと色が右下わかっに？ アあんのっぽいけどね赤と青だったら赤と青だったら赤と青って何色になったっけ青と黄色は緑だよなで紫いやまてよ <laughs> じゃあ 紫スポーツじゃないよ。これオレンジでしょ赤と黄色、青。そうそう、うそういうこと、そういうこと、そういうこと。多分そういうことだと思うんだよね。だから。ちょっと考えよう。これ紫でしょで、赤で。 これが緑なんだよ。のり分ですよわかりました頑張りますそうなってよまず私の予想はこれでオレンジから赤を回収したら何色になるの黄色になるで 黄色は回収できるのよ。買ったオッケーで！回収でしょ？回収できない <laughs>。ちょっと待って <laughs> 黄色回収できないじゃん。どういうこと？これ？ でもちょっとしかた必ずずいちいいるんだね多分ね一色に多分、するんだと思うんですよね同じ色にするんだと思うんですよね青から青と紫で黄色になるんだったっけなんか紫青になったよちょっと待って<笑><笑>えー、待ってよ紫から何色回収したらいいんだろう紫から 黄色を回収するのかなあおー難しいー赤になった赤って何かあったよねえ難しいよこれあそういうことかオッケーオッケーオッケー オレンジかなオレンジオレンジ多分これ、これでオレンジだこれでオレンジ入れてオレンジカール黄色抜こうこれで、全部一緒の色になったんじゃないで、これで黄色を抜くの今同じ色になってるような気がしたんだけどなこれじゃダメこれ、は買った。これ抜いたほうがいい抜いたほうがいい抜くよじゃ抜くよ行くよ怖い お願いしますよろしくお願いしまーすやだーいけたんじゃないこれ赤じゃないこれでこれでいいんじゃないのこれで上がるのかなこれで上がるの <laughs> 赤になったら全部赤になったけどこれでいいのかな分からんでも赤いマフラーだし赤がちょっと多分その<ん>キーポイントになってるような気がする違うのかな 違うんじゃ笑。違うね何も変化がないねえわ、ー、かんないよこれなんか出た、えー、戦隊物も赤がリーダーだしんなんか出た

えーっと黄色にすやばい間違えた間違えたああ上がっちゃったすいませんちょっと上がっちゃいました黄色にしてみる了解黄色にしたかったら緑から青を抜けばいいのかなじゃあ一応黄色にしてみますね次じゃあ一応ここで何かできないか確認だけしとこう周りできないかオッケー、じゃあ戻ろうオレンジ引く赤 オレンジ引く赤といましたいましたつついましたよあれね弟をね赤マフラーがね連れてってるんですよだからえー、っとオレンジにして赤を引く了解えー、っとこれだもう全部一緒の色になってるからあでもね赤はね引けないんですよそ,っかそうなんですよ赤が引けないんですよ 赤を引くっていうのがあるじゃんあるじゃんあるじゃんありました <laughs> すいません赤あるじゃんそういえばこれ赤だ紫の上赤だったでえーっとこれをこっちを引いてすいませんでしたちょっとよく分かってませんでした紫と紫になってるのかと思ったこれだけでえーっとこれかいける勝つるきたでで上がるんじゃない あ来た全部黄色になったなになにすごいあ出た出た出たやった全部黄色でした皆さん大正解で回収してゴーグル取って戻るで多分こっちに行くんじゃないかなありがとうございますずるいって言わないでくださいんなで黄色だったのそのねなんかさっきも言われてたんですけど一応こちらの。でゴーグルしたらどうなる ああそれもやってみたらよかったなしまった何も考えずに来ちゃいましたちょっと待ってよでここで多分ゴーグルだと思ったんすけど、ね、い,い,いやでも30分まだ延長しちゃったで多分これでこうしたらえー、えええええっと待って <laughs> ええ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 わらええ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 え まあでもいいや、戻ろう。あーよくあるよねよねくないよ。冬だ,わよ冬だわよということで、季節変わりましたね。うん。ってことは、下でもう一回、これさっきリスナーさんも言ってたけど、これかぶるのかな寒いうん、びっくりしましたね。パチパチで、パチパチじゃないよ。で、これでこれ今、過去これで戻るのかな 上でも、あ、上で戻ればいいんだ。そういうことかな。で、あのー、関係ない、あれ、なんかだまし絵みたいなもんかな。氷の,のかな氷の上を歩く、あ、そういうことかな。っかじゃあ、い行けるようになってると思う。これで、たぶんこれね、だま、たぶんで、ここ上がって、で、こっちの右端に行って、 多分これでいけるはず。で、ヘアアップとか言ってるから、お姉ちゃんみたいなこと言ってるから、ここで殺したら、あららららららら,ら。<い>うーん、そうそうそう。私すぐ騙されちゃうタイプね。で、こっちに行くんじゃないかなちょっといけないじゃん。なにこれなに<い>マジか。<laughs> ええー、進めないじゃーん。いや、足マーク出したけどね。あ、じゃあ、そういうことえー、っと、連続、連打しないといけないってことか。了解了解。そういうことね。あの、山のてっぺんに落ちた瞬間に押さないといけないってことで、 で、この瞬間、押しまくる。ダメじゃんダメじゃん <laughs> ええー、どうすんだろうこっち行けない。進めない。<laughs> どうすん音。うん、むらしくね。えー、もう一回,回潜る。了解、えー。じゃあ、戻って。で、潜る。 潜ってゴーグルで何かないかなないそうっすねもう一回やってみましょうもしかしたらね水中に何かあるのかもしれませんねでここに来てで過去に行ってこれあ本ほんとだかいけるこれなんだろう 何があるんだろ確かになんかちょっとあっ確かになんか塞いでる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 んだこれ岩がでたぶんもう一回やるんじゃないかなこれじゃ完全にあっそっち押したらまた塞いじゃうよ何してんのリリーリリー <laughs> リリリリリこんばんはってこ,んんことでテフロンさんいらっしゃいませ うん、ちょっとさわかんないなまあ、これでいいのかなじゃあこれで一回戻ってみる他、クリックできるとこないよねじゃあクリックしてみようわこ,っつんわこっつんということでいらっしゃいませえー、キッコンさんいらっしゃいませえわらこっちにあれがあるんだ洞窟があったんだ超角度になったピクサー映画みたいな雰囲気ですね 何これなんかすごいとこ入ってきちゃったよ裏面かな不思議なとこに入ってきたなわらわらいや怖い,いや怖いし綺麗だけどね綺麗だけど怖いじゃあこれであっ来た来た来たえっ、ー、何これすごいないやまか不思議ですよこれうーん ピクサー映画みたいな雰囲気あー確かに言われてみれば映画に似てるかもしれない映画っぽいですね地味にすげわらあなんか凍ってて抜け出せなくなっちゃってるえー、これどうすんだろうえー、っとさっきから「うんうん」言うて抜けない感じになってる 氷になってるんだ、凍っちゃってるんだ。まるで映画の中の主人公が動いてるみたいだね。<laughs> いや、それ映画の中の主人公は動くでしょ。何言ってんだ。竹の子の里派ですか？キノコ派ですか？オッケー、オッケー。じゃあまずここから出ないといけないことですね。悲しい状態だね。悲しい状態ですけどね。ちょっと待ってだよ。えー、ちょっと待ってど。どうなんだ。えー、これ下にしか行けないじゃん。どうすんだじゃあ。こっちで行くのかな。えー、難しいな。 アイムさりげなく、押してる <laughs> いや抜けない <laughs> うーんまだ早すぎたってことかなどこも光ってないよねやっぱこっちにしか行けないみたいですねえんかアイテムが足りないのかな ここまではうまくいってるような気がするんですけどねい,いや弟はそりゃ最終的にね救わないといけないけどここに行く前に弟を救えるようになるのかな でもここは絶対行けるようになってるはずなんですよね。で頑張れ監督。いや頑張ってます。ね。さっから頑張ってます。ありがとうございます。待てよここは結局開かないんだよなどっかに棒切れかなんかが落ちてんじゃない <何>いや何かがね落ちてないかなと思ってアイテムみたいなやつが時々落ちてるんですよこういうところにでそれでねあの、リリーが行けるようになんかこちら側からなんかねえー、っといろいろできるってことが今まであったんで <laughs> ないなやっぱここに降りるしかないんだここしかないみたいですね気も引っ張っ張たら 紐を引っ張る紐これのことこれかいやないや紐なかったしなさっきで金金もう一回金やってみるじゃん<む>了解じゃあちょっともう一回金を鳴らしてみましょう金じゃない わかりました金をやってみようじゃあこの謎解きは結構ハードル高いなこれ子供クリアできるのかなわかりましたじゃあえー、っと上に上がってまああとあるとしたら金ぐらいですよね <laughs> 黄色以外の色も やるってことななのかなぁ青で赤赤赤はさっき作れたよね確か全部で赤のベルはないからダメなんだ下の金,じゃない下,の金下金あった下に金あったかな <laughs> 下に金あった 一応あったね下にかにになるよこれかこれはさっきのとこでしょえー、そこ色のやつ。いやこれはねさっき使ったんですよえでもこれをいじる,いじることでそうですよね多分そうだと思うんですよ私も えっと今、黄色、水面の色は黄色なんで黄色にしたんですよね。だから、他の色も挑戦したらいいのかなって今、思いました。ちょっとね。それでいけるのかなあと、ある色って言ったら、青か緑ですね。青か緑だと思います。なので、青を作れるかな緑は ま、青か緑ですね、とりあえず。黄色はもう無理なんで、黄色も使っちゃったんでね。青。<お>で、これで緑になったんだ。全部が緑になった。で、緑の。 うん音は違いますよ。それは前と一緒。で、緑の時はこれ沈めないのかなちょばんってくださよね。確かめてみましょう。緑の時も沈めるんであればダメだ。やっぱ黄色の時しか沈めれないんだ。下に。一回回水面の色を回収しなきゃ下で先に色変える。 マジでそんなにそんなことしてくるすごいなそれ <laughs> で透き通って黄色になるんですよねでで下の色を先に変えてくるいやこれでできるのかな 水面濁ってたらいけないしそれしかないんじゃそうっすねだからえー、っとオレンジオレンジから赤回収した黄色えーっと緑から黄色を回収したら青ですよねよしまずこれ伸ばす で、まず緑を噴出でなんか怪しいな <laughs> なんか違う気がしてきたなこれでで黄色回収したら青ですよねねこれは違う気がするな で青にしましたで青を押してみるってことですよねこれでなんか違う気がするねこれは黄色わからない 上で水面だけ変えてゴーグル分かりましたじゃあやってみましょう,う監督ということでだいぶ悩んでますよということで629番さんいらっしゃいませで一応青やってみよう違う違うまず色を回収しないと黄色を回収してあれ緑かこれを回収してでこれで回収か 緑にして黄色いや違うんですよ緑にして黄色あそうそうそうそれで回収できますありがとうございますでこれで青を押してさ一応下の色と一致した色になったんですけど何か変化はなさそうですねまあ一応これでこれを押してみるうん,やん,んー何も変わらんすね難しいな なんか根本的に間違ってる気がするな<緑>今青です水面は青で下の色が青になってるんでっていうことですねでこれで緑したらこれで緑になるんですよねでもこれじゃ意味がないんでこれもう一回押してみるじゃん変わらずですよねだから多分根本的に何かが間違ってるんですよね 多分アイテム的なものがあるかやっぱここがねどうしてもやっぱ開くと思うんですよね普通に考えたらここって開くじゃないですかやっぱしこっちに行くこっちに行くっていう選択肢 ないかで、こようダメですよ <laughs>。他に上がれそうなな場所もないしうーん。ここで何かできんのかなあっこだけか。で、どうすっぺ、どうすっぺ。やっぱここは透明にするべきなんだと思うんですよね。やっぱし、結局のところ。 で、えー、っと、緑で、あれ、弟なんです。赤いマフラーのね、魔法のマフラーに連れ去られないんですよ、ジャンボタン。ということで、639番さんいらっしゃいますね。これで一応、ぎ通るんですよね、下はね。やっぱ、これが正解なんだと思うんですよ。どうしてもね。で、これなんだ。 それだけかいやゴーグルはもうね試したんだ、ね、なんかないのかなないよねやっぱこれ下に下がるしかないよねやっぱしねだいぶちょっと引っかかってますねここでね 合わせ技とかなのかなジャンプボタンあ <laughs> らいっいすけどね本当にねないんですよねでこれはね多分ねもう青にしてること自体はあんまり意味がなさそうなんで一回やっぱ黄色にしましょう全部ねでこれはオレンジからあらこれどうやるんだった あ洞窟の中の中色を抜くんじゃないじゃあこれで青を抜くってことですかねじゃあやってみましょうかね。でもなんかね、もともとある色ここ左,な左ねあれ、なんか来たよ何あれなんか来たよ何あれちょっと <laughs>。なんか来たね、今ね。 もしかして今ので何かが変わったんじゃないこっち今なんか向こうが来たねの中だねえ、ね、赤になってる洞窟がらそうですね開いた岩からこの中の色が変わってる紫だったやつが<ー>でここが先端が黄色なんですよこれを黄色にするんだむずい <laughs> <laughs> マジかそういうことか えーっと、ってことは、黄色にしないといけなかったら、奥を、いや、そしたら真っ暗になっちゃうんじゃない多分、黄色にするんだと思うよ。ね、多分、黄色にするんだと思う。あのね、赤抜いたらね、真っ暗になっちゃうんで、うん。それじゃダメなんですよ。やっぱ、黄色だと思います。あの、先端ね、なんか、つららの先端みたいなやつも、色が黄色だったんで、多分、そこの色に合わせるんじゃないかな。で、えー、っと、 オレンジをやって。いけそう。いけそう。皆さんいけそうよ。これでオレンジで向こうもオレンジになったで、これを押す。来いこっちから来い来た？来た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 。激アツ激アツ来た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 。これはいけた。これはいけた。確定勝ち確。確信です。確信してます。来ました。来ました。これは来たと思う。いける？ たぶん黄色になってるはず来い来い来るんだ来たー来たー成長してるーなんかさっきよりもキノコは成長してるよしいけるいける早く出て早く出てよしよしよしいよしけたいけたでで<ー>この世界で何かできることがあるのかなまず ありがとうございます。<の>おめッと、おめ,とおめっとさんでございます。ありがとうございます。で、ここ来て、ゴーグルはあ、多分ね、こっちに移動してからかける系だと思う。多分予想ではね。これでゴーグル。グルジャンプはね、ジャンプボタンはない。で、ここに乗るんですよ。こういうことだと思う。で、で、これで、行く。あー,ちょ,っと <laughs> あーちょっと待って。あーちょっと待って。 なんであれあららちょっと待てよあれんうん<ー>うんつ、うん、んだ違うあここれで登れるんだで で、そういうことかこういうことかオッケー。で、で上関係ないね。上は関係ないね。で、で、オッケー。おしおしおし、いい感じいい感じ。で、 これは普通でいいよね、たぶん。普通にこれいけるよね、たぶん。よしいける。<ー>で、違う。違うかこれジャンプした瞬間に。やばいあー、間違えたここかここ、ここだ <laughs> ここでやるんだ。オッケーオッケー。わかったわかった。ここで上にやった瞬間に飛ぶんだ。こっちじゃた足りないんだ。で、 よし、行くよ。これで多分正解なはず。で、これで押す。楽しすぎる。いや、楽しいですけどね。これでやっぱね、考えられてますわ。で、これで、いく。で、で、上にジャンプした瞬間に、あっ、頭打っちゃった。ちょ <laughs> 頭打っちゃいました。すいません。えー、っと、いてて,いててですよ、ちょっと待ってよ。あのさ <laughs> いやいやあのさーって言いますけど初めてやってみてください皆さんもう私の放送見てるからね言えるだけであってね実際リアルにね初見でやったらああなりますよほんとに <laughs> あんそうですねこえっこれなくなっちゃうじゃんこれなくなっちゃうじゃんだからここでジャンプして押してもダメですよでこうして え、だから、え、さっき早く押しすぎただけじゃないの違うのかなあ <laughs> そういうことか。<laughs> そういうこともしかして。こっからジャンプしたらこれが割れるとかそういうこと戻ってくるのかな戻ってくるんここ ここで使うの？こういうこと？お、ダメだ。落ちちゃう。1個戻ってジャンプじゃ？1一個戻ってジャンプ。1 <laughs> 個戻ってジャンプ。すみません、ちょっと待ってくださいね。わ、え、ちょっと待ってよ。でもなんかこういう乗りじゃないのかな？ 監督、ミンカンやーニャで、うん、一番右で一個戻るジャンプでゴーグル一番左から右に向かってなるほどじゃあこう,いうことかでこうかで右足らゴーグル矢印ル右？うん。右右足行ってゴーグルで右じゃないだでしょ多分違うと思うんだけどマチカエッタ うんみんななんかいけましたけどねみんながあ何あ花粉でなっちゃってるのかなでこっちかいけそうですねいけましたいけましたあ左と右間違えちゃったんだってな,な何をしてるんだね君はよし <laughs> <laughs> で多分これでジャンプしたいんじゃないでなんかここからみんななんかこれ以上言えないデシペロ笑 なにこれ <laughs> ちょっと待って <laughs> あここも戻るのかなすいませんでしたここも戻るんですね<れ>すいませんでしたはい申し訳ございませんね私が、えー、バカでございましたすいませんでしたでもこれで成功ですよ多分ねよしやってみせる覚悟あるよしいこう見ててムズムズする <laughs> あ <laughs> すいません 一応考えてるつもりなんですけどね。いや、結構つらいっすよ。ということで、えー、ララチさんいらっしゃいますか監督はこりんちょということで、また私ね、だいぶ皆さんに怒られております。うんいや、放送してたら結構、いろいろ考えられなくなっちゃうんですよね。すみません。誠に申し訳ございません。で、オッケーで、よし。 オッケーねで最後によしで、こうしてこうで折れるんじゃないこれがオッケーきたーででこれが多分アイテムなんですよあれ違うのオッケーオッケー拾ったで えー、でおいー一応あのアイテムゲットしたねでこれで戻るんだでで戻った状態で行くんだであーそれで動作かわいいですよねあそういうこと持ってる持ってる氷を割るんだね いや、どっちか分かんないけど氷を割るのかそれともそのー氷を滑らないようにいくのかそれがちょっと分からん <laughs> えーっとじゃあまあ一応試してみようまずこっちね過去に行ってでこれで行くしまった過去に戻ったら持ってなくないあれさっきのやつ持ってたなんか今持ってなかったように見えたけど まあ、とりあえずこれで1回試してみよう。で、これで割れるのかな割れるといいねですね、これね。あ、割れた、割れた、割れた。割れる方だった。で、進んだ、進んだ。あと5分切っちゃった。ヤッ,ヤッフーですよ。で、こっち行こう。ありがとうございます。こっちのパチン そうみたいですね。で、こっち来て。で、多分ここで、これだ。で、お大丈夫弟よ。オッケーこれクリアしちゃうんじゃないこれもしかして。あー、弟、出会った、出会った。リリーと弟、出会えた。これもうクリアだ、多分 <laughs> あ、そして帽子を返してあげた。最初に拾った帽子。 お姉ちゃんありがとう。弟さっきので刺した刺しません。いいところでーハローっつって赤いマフラー消えちゃったな。あれこれ続きまだあるのかもしれないね。あ家一緒に家に入ってった。あ二人がよかった仲良く帰ってる。家に帰ってるんじゃないかな。あまだこれ続きあるねこれたぶん。 また連れれ去られるパティンか <laughs> そうかもしれません。あで、マウラーだと思ってたやつ、ここのカーテンの切れ端だったんだ、たぶん。合<体>ハローっつって。いや、運動しなくてなんかカーテンみたいな。危ない、危,危ない、危ない、危ないおおちょっとちょ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 とちょとちょっと音音音待てーあー <laughs> ちょっとちょっとちょっとちとちょっちょっとちょっと また弟 <laughs> 離れ離れになっちゃったあ,ああ、大丈夫大丈夫お姉ちゃん迎えに行ってる,る迎えに行ってる<ら>あこんな感じなんだじゃあそろそろね、えー、30分なんでね沸、えー、枠のを閉していこうかなと思いますえー、っとこれかなまるで監督のような弟だね そんなことないです楽しかった、大またくるね、はいえー。というわけでね、えー、今日はです、ね、ゲーマージャングルドキドキワクワクランラン放送局、えー、リリー・ルッキング・スルー、えー、リリーの、えー、魔法のマフラー初見1日目の放送ね,放送ね、えー、させていただきました、うん、ちょっと今日はアマンダっていうね気持ちじゃなかったんで、えー、ちょっとねこちらの方を選びましたルール・オブ・ローズのねキャラクターの方です。<日>うん はいというわけでね皆さん今日は本当にありがとうございました今日はね一応、えー、私のメインタイトル枠であります、えー、10時から枠でね絶対絶命都市の方でねでた、えー、また皆さんと会えることを楽しみにしておりますでは皆さん、えー、今日は本当に、えー、早くからのねいつもよりも早くからの枠にお越しいただいてありがとうございましたまた10時からの枠で皆さんと会えることを楽しみにしております私こちらのコミュニティで生まれをさせていただいております監督でしたでは皆さんお疲れ様でしたまた会いましょうさよならゼロ 絶対絶命都年の方も楽しみにしてますのし